食事時間を削らないといけないなんて時期もあり、それこそ30秒ぐらいしか食事時間が取れないなんて日もあったりなかったりでした。どうも、エースです。今回なんですが、自衛官の早食いあるある5選というテーマでお話しします。自衛隊に入隊すると各種訓練や教育といったものに参加する機会があり、一日の行動が計画的かつ制限される時があります。で、そういう時って訓練の準備などやらなければならないことが多くて、ご飯なんかゆっくり食べてられないなんて時もあるんですね。私は陸曹教育隊レンジャー訓練の時によく経験しました。しかしご飯を抜いたりなんかすると訓練で力が出なかったりするので食べないといけません。今回はそんな状況下で自衛官がよくやる早食いのやり方あるあるを5つお話しします。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。 LINE スタンプ販売してます。まず1つ目の自衛官の早食いあるあるがご飯にお茶です。自衛隊の食事には当然ですがお米が出ます。で、早食いの大前提でよくあるのが、咀嚼するのではなく飲み込むという方法でご飯を飲み込めるようにお茶をぶっかけるんですね。自衛隊の食堂にはお茶や水を汲むスペースがあり、駐屯地によって異なるのですが、やかんだったりウォータージャグのようなものだったり様々なのですが、基本的に冷たいお茶、水が用意されています。で、食堂には列になって食器、おかず、ご飯、デザートと自分で取っていくスタイルが大半なのですが、お茶ゾーンに来たらご飯茶碗にダイレクトでぶっかけたり、一旦湯飲みにお茶を入れてテーブルについてからぶっかけたりなど、人によって様々ではあるのですが、こうして咀嚼しないといけないご飯を茶漬け方式にして一気に飲み込めるようにして食べるんですね。マジで喉通りのスピードが全然違います。で、この方式、早く食べたい時だけでなく、私は朝食でもやったりしてました。自衛隊の朝食は朝6時15分くらいに始まるんですね。起床は6時です。なので起きてから食べるまでが早いので、ご飯が喉を通らないというか、そんな感じがあります。なので私はお茶漬けの素を持って行って、食堂の麦茶をご飯にぶっかけて食べてました。夏場とか食欲がなくなる時期は結構良かったですね。続いての自衛官の早食いあるあるが汁物にお茶です。自衛隊の食堂では汁物も出ます。食事のメニューに合わせて味噌汁だったり豚汁だったり中華スープだったり、時には地域特有の汁物も出たりします。結構美味しかったりするんですよね。で、早食いにおいてこの汁物は天敵で、熱すぎて飲み込めないなんてのもあるんですよ。早く食べたいのに熱ってなるやつです。そこで登場するのがご飯同様のお茶なんですね。この汁物にも冷たいお茶を入れて温度を下げて飲み込めるようにしたりします。少し入れるだけでも温度が全然変わってくるんですよね。他にもラーメンやうどんなど汁物麺類の時もこれが有効で、熱々の麺類を猛スピードでするのってかなり危険なので、スープの温度を急速に冷やすために冷たいお茶や冷水を入れて食べることもありました。もう味とかどうでもよくて、とりあえず腹に入れば OK なんですね。続いての自衛官の早食いあるあるが自分で作るものは無視です。自衛隊では食事の際に納豆なんかも出たりします。この納豆はパックやカップに入って提供されることが多く、テーブルについてから自分で作らないといけないんですね。で、とにかく急いでいる時、早く食事を終わらせないといけない時は、もうこの自分で作る系のものは無視することもあります。パック納豆を取ってテーブルについて蓋を開けてタレをかけて混ぜるとしていると10秒以上ロスしてしまうので、それだったら別のものをかっくらった方がいいので、そもそも納豆を取らないという選択ですね。また自由選択のもの、例えば漬物とか梅干しといった好きな人だけ取ってねといったメニューについても、完全スルーで取る時間を削減するなんてのもあります。自衛官がガチで急いでいる時って本当に数秒も無駄にできないこともあるため、状況によっては取捨選択して食事を取るんですね。続いての自衛官の早食いあるあるが動作を同時進行です。これはフードファイターの人なんかがやってるやつですね。食べながら次の料理を準備しておくといったように、めちゃくちゃお行儀が悪いのですが、時間効率を最大限に生かした早食い方法です。例えばなのですが、麺をすすりながら次の小鉢を左手で持っておくとか、
おかずをかっくらいながら汁碗を準備しておいて一気に流し込むみたいな感じで、動作を同時進行することで食事の時間を短縮したり容易に流し込めるようにしたりするんですね。本当に本当に行儀が悪いのは承知なのですが、もうそれくらいしないと間に合わないこともあったりするんですね。私がレンジャー学生の頃の話なのですが、レンジャー訓練ってマジで時間に厳しく、さらにやることもかなり多いため、ゆっくりご飯食べるなんてのが難しいこともあります。で、食事時間2分とか、まあ時間を設定するんですが、私がレンジャー学生の頃はお残しが厳禁で、絶対完食&時間厳守だったんですね。完食まで求められるので、食べる動作自体早くしないといけない、さらに早く食べれる方法を見出さなければならず、もう食事が戦いでした。また陸曹教育隊の頃は係業務についていると、昼休みに準備するものや教官助教への指導受けなどが重なって食事時間を削らないといけないなんて時期もあり、それこそ30秒ぐらいしか食事時間が取れないなんて日もあったりなかったりでした。30秒とかテーブルについて一瞬ですからね。もう仕方ないと諦めてはいるのですが、何か腹に入れないとという感じなので、30秒で食べれるものだけ食べるというイメージです。続いての自衛官の早食いあるあるが、デザートは持って帰るです。自衛隊の食事では時々ゼリーやプリン、ヨーグルトといったものも出ます。カップに入って小分けになっているようなものですね。で、これらはデザート扱いになるのですが、とにかく早く食事を終わらせないといけないような日は、食堂でこれをまず食べずにポケットに入れて持って帰ることもありったりしました。本当は食堂で提供されたものは食堂内で食べないといけないんですけどね。陸曹教育隊なんかにいるときは、時間がなくて食べたいものが食べれないってのがあるんですが、カップなんかに入っている小分けのデザートは後で食べるってことができるので、ご飯類だけガッと書き込んで、プリンなんかはスッとズボンの横ポケットに入れて持ち帰って、時間がある時の楽しみに取ってたりしていました。また袋入りのエクレアとかワッフルとか小袋に入っているのも同様で、潰れないように優しくポケットに入れて後で食べることもあったのですが、時々入れたことを忘れてポケットの中でぐちゃぐちゃになって悲惨な思いをすることも多々ありました。ポケットにエクレア入れたまま戦闘訓練した隊員もいましたからね。自衛隊では時と場合に応じて早食いを強いられることがあります。こういうのを言うと労働環境やばいだろうとかパワハラだとか言われそうなんですが、飯は食える時に食えるだけ食っとけ精神というか、そういうもんと割り切れる人だけがそういう教育に参加している気がします。あと大前提としてお伝えしたいのが、早食いは体に良くはないので特段お勧めはしないのですが、やらないといけない時もあったという話です。他にもこんなのもやってたよっていうのがあれば、ぜひコメント欄で共有してくれると嬉しいです。それでは本日はこれにて状況終了です。